喜んでこの場に来ているわけではありません。みんな命を削りながら、ようやくここまでたどり着きました。国連人権理事会のビジネスと人権作業部会による聞き取り調査を受けられました。先ほど終わった作業部会による会見も、 えー、本日、先ほど、国連人権理事会の作業部会から、ジャニーズの問題が、性加害問題が、もうあったものとして、認定されたと思います。今日をきっかけにこの問題を 過去に起こった問題ではなく、現在我々、ここに登壇している我々もそうですが、心に病を抱え、生活に苦しんでいる人間がいます。私もそうです。喜んでこの場に来ているわけではありません。みんな命を削りながら、ようやくここまでたどり着きました。 えー、本当に国連の、えー、人権理の作業部会が私たちの、えー、声を熱心に聞いてくださり、えー、私たちの気持ちも汲み取っていただき、えー、今日うはっきりと強い口調でジャニーズ事務所に対して提言を行ってくださいました。えー ここで本当に国際的な評価がジャニーズ事務所に対して下ったと感じておりますし、こうした提言を受けて、今後、ジャニーズ事務所が私たち被害者に対して、どのような対応をしてくれるのかといったところにも注視していきたいと思っております。